あの、昨日、タモリステーションという番組で、えー、ウクライナ情勢を、まあ、議論したそうで、で、そこでタモリさんが、あの、一切、えー、話さず、そして、最後にですね、えー、平和が落とせるといいですねっていうお話だけしたりだっていう、それが非常に高く評価されていて、で、その、高くされ評価されている理由っていうのが、その、コメンテーターってね、番組に出た時に、まいろいろ、あの、芸人さんとかなんか、自分の知らないことでも適当なこと言ってるじゃないですか。まあ、一般視聴者代表という、 名の元にでそれに対してあの、やっぱり心ある人たちはみんなうんざりしていて、まあ適当なこと言ってやがるわとか思いながら、なんか適当に回すことが芸だとかね。芸ってのは全然その本質からずれていくわけじゃないですか。そういうことがある中で、タモリさんってのはもう最高のコメディアンですよね。でそのタモリさんがあの一言も喋ゃれなかったって、そこの批評性。 あの何もしゃべれないことの批評性ってことが高く評価されたんですけどそのタモリさんの態度とインテリジェンスってことについて僕考えてみたいと思うんですけどねインテリジェンスってやっぱり今もう本当に僕一番大事なことだと思ってあのウィズっていうあのニュースデータでもずっとインテリジェンスのことを考えて書いてるんですけど。 日本のあの教育環境の中で最も理解されてないのがインテリジェンスですね。で、そのインテリジェンスって時には沈黙することもインテリジェンスなんですね。ちょっと今ロシアの状況を考えてほしいんですけど、えーと、例えばですね、MI6 の元長官がオックスフォードに来て、オックスフォードユニオンってところで講演して、その質疑応答の中でですね、ある学生が真っ先に、えー、長官、あのー、 NATO がです、ね、直接軍事支援することってのはまあ難しいとしてでも、そうじゃない形で、えー、もっと実質的にです、ねえー、ウクライナの支援をすることができ,るできないのかと聞いたら長官があのその学生をすごく褒めて君は MI6 みたいな、ね、あのインテリジェンスの機関に、えー、来ることは本当に、えー、向いている人材だと。 ただ、君にはよくわかると思うんだけど、そういう質問に対して、私がこの場で答えることができないってことはよくわかってるだろうと。これがインテリジェンスなんですね。つまり、NATO が直接の、例えば飛行禁止ゾーンとかを設けるみたいな形で、えー ウクライナを支援するということ以外のやり方で、じゃあどういうやり方があるのかっていうのはとてもいい質問なんだけど、それは明らかにすることはできませんよね。その MI6 の長官がまた言ってたのが、体制転覆、レジームチェンジですね。あの、今のプーチン政権を、まあ、変えるということってのは当然その西側のオプションとしてはあり得るわけですよね。 えプーチンさんが戦争を遂行するっていう意思が変わらない限り、えー、今のウクライナ情勢ってのは打開の余地がないということになれば、えー、何らかの方法で、えー、そのレジームチェンジ、体制の変革を目指すってことがあったとしするかもしれない。だけどね、それは一切言及してはいけないことなんだってことを長官は言って、まあ、それは言っても、だから要するにインディジェンスってのは、自分が知っていることをただダダ漏れみたいに言えばいいだけの話じゃないんですよ。クイズ番組で言うとね クイ,インテージエンスってのは、クイズを出されたときに、そのクイズの答えを知ってても、あえて知らないふりをするってのもインテージエンスなんですよね。それから、えー、クイズ番組に一切近づかないってのも一つのインテージエンスなんですよね。どうか思ってるわけなんですよ。で、あの、タモリさんはですね、だからタモリステーションで一切何も喋らなかったわけですけど、僕はあの、幸いなことに、本当にタモリさんとはいくつかの現場をご一緒してた時期があってですね、 えー、特に鮮明に覚えたのが、あの、エチカの鏡という、えー、番組なんですけど、このエチカの鏡でずっとタモリさんとご一緒してたんですよね。で、そのエチカの鏡でやっぱり僕すごいなと思ったのは、あの、オンエアできない部分があるんですよ。オンエアできない部分っていうのは、面白すぎてっていうか、ま、うわちょっと喋 <laughs> ってることがやばすぎて <laughs>、オンエアできないんですけど、その、オンエアできないところも含めて面白いんですよ、本当はね。 あのオンエアされてるところは面白いんですけど、オンエアでき,ないできないところって本当にもっと面白くて、それは現場のスタッフとか、申し訳ないんですけど、タムリさんと共演している我々しか知らない。でそれも一つのインテリジェンスなんだと思うんですねあの。ビートたけしさんなんかも、あえてオンエアできないことを言って、あの収録の時きにんですねで、それで全体として芸のバランスを取るっていうか、それで、まあ、スタッフを試してるっていうか、どこまで使うんだいみたいな感じで試されてると思うんですけど、 あの、やっぱり、インテリジェンスっていうのは、表に出たことだけじゃなくて、裏にあること、その、表には出さないことも含めてのインテリジェンスなんですよね。そういう意味においては、昨日のタモリステーションの、えー、タモリさんの沈黙というのは、最高のインテリジェンスだったんじゃないかなと思います。